はい、こんにちは、セジです。今日はですね、 Nbox カスタムターボしたコーディネートスタイルをご紹介します。こちらですね、デイライト、常にね、日中つくライトとなっております。この車を試乗させてもらいます。では中はと言いますと、よいしょ、はい、こちらがですね、シーケンシャルウィンカーです。2代目後期よりね、さらにね、滑らかになっております。スペーシアもね、シーケンシャルウィンカーになってるんですが、やはり Nbox 3代目が一番スムーズですね。はい、そしてこちらですね、15インチのね、アルミホイールになっております。ターボ車となります。ターボ車のコーディネートスタイルです。やはりですね、いいですね。革張りの頭皮のコンビのシート。そして、初めてです。 Nbox カスタムのね、今まで NA 車は乗ってましたし、先日も乗せていただいたのはやっぱり NA 車のカスタムで、どのように違うかね、楽しみですね。あ、アクセルが違いますね。加速がすごくいいです。キビキビ走る、あれですね、ダッシュもいいし、すぐにこうパッとね、前に出たいという時に出られますね。全然 NA 車とは違いますね、はい、楽ですね。これならきっと高速とかでもキビキビと追い越し車線とか走ったり、走行車線入ったり戻りながらね、走れると思いますね、はい、すごくいいです。私もフィット乗ってたんですけれども、やっぱりフィットもですね、キビキビ走れて加速が良かったんですけれども、そんな形ですね。あとパドルシフトもついてますから、これはこうエンブレとかね、こう下り坂が多いところとか上り坂が多いところとか、こうワインディングな道とかにはこのパドルシフトとか、まあ、あまりこう自動運転に頼らないで、こう自分でキビキビ走りたいっていう時にはこれが役立つんでしょうね。左がギアを上げていく感じで、右がダウン、エンブレかけられるっていう状態になってますね、はい、そして、今ですね、Lキャスト、追従機能をかけました。止まるかどうかちょっと試してます。はい、素晴らしいですね。私はブレーキ踏んでません。はい、きちんと止まってくれました。音も静かですね。NA 車よりターボ車の方が、いいですね。やっぱり加速性もいいし、そしてこのね、革巻きのね、本革巻きハンドルもいいですね。はい、ワンタッチでスタートと。
信が多いところはね、一般道でも結構使えますよね。オートクルーズ ACC と、まあ、L キャスですね。はい。ああ、いいですね。静粛性もありますしね。してるでしょうか。ちょっと無理かな。60キロ、一回65に持っていかないと。ちょっと舵は切ってくれてないですね。でもちゃんと追従してくれてますね。安心して。先日紹介した時にはきちんとね、こうもうLキャスで設定されたら舵はこうど真ん中をちゃんと走って操作してくれてました。まあ、50キロ、40キロになるとね、操作する機能は切れてしまうんですけど、これは同様だと思いますね、ターボ車でも。向上して追従機能はかなり良くなってるっていうのを聞いてますので、やはりターボ車も同様ですね。はい、いや気持ちいいですねこれね。小気味よく走るっていうんですかね、キビキビと。はい、すごいですね。 1000cc クラスの加速のいいクラスの車に乗ってる感じですね。はい、でここでちょっとね戻ろうと思います。ちょっとね随分来ちゃいました。東海村に入ったのかな。はい、うまく撮れてるといいんですけどね。燃費とかちょっと気にしなければ、うん、これが本来のね加速だと思いますね、うん、普通車並みのね。はい、重たい、もたつきがまるでないですね。加速もいいですね。今は自分のアクセルワークで走ってますけど、出だしもいいし、小気味よく走れますね。よし、上りなんですけど、そうですね、踏んだら踏んだ分だけ加速するって感じですね。素晴らしいです、ね。はい、やはりターボ車ねすごいですね。ちょっとあまりにもこう快適すぎて喋ること忘れちゃいますね。はい、こちらはね、あの樹脂なんですけれども、シフトノブはね。でもこれはオプションでありますので、あとは、購入後にキットでね、こう自分でこうつける、私はつけたんですけども、前の今乗ってる車は。で、そういうつけることも可能です。9インチの、ね、ナビも大きくていいし、ホームボタン。
そして、うん、ここはね緊急通報ボタンと、そしてホンダのね、コネクトシステムっていうのもねいいですよね。スマホで、まあ、エンジンをかけたりもできるでしょうし、スマホで外側からエアコンをかけて冷やしておくとか温めておくとかもできますよね。それから、ショッピングセンターなどで車を止めて、自分の車がちょっと忘れてどこに止めたかわからないという時もスマホから、まあ、場所を調べたり音を鳴らしたりですね、ランプ、あのハザードをつけたりとかもねできますから、そういった機能もねホンダコネクトありますから素晴らしいですよね。あとは地図更新かな、地図更新もありますね。それが1年間無料で1年後は550円ぐらいかなになるんですね。そういったねホンダコネクト機能もフル活用して、まあ、今の車をねこう楽しんだ方がいいと思われますね。でもターボ車の場合は結構こう街乗りは自分のアクセルワークとか自分のやつで楽しんだ方がいいかもしれませんね。私はつい N 車で乗ってるので、直進が多いところはもうほとんど一般道でもあのオートクルーズね、アダプティブクルーズコントロールかけちゃってエルキャスもかけちゃって走ってることが多いんですけど、これならなんかこう楽しめる感じでパドルシフトもありますね。いいですね。これがこれでターボ車の良さっていうのが分かりました。はい、今もちょっと上りですけど、ドライブだけで加速してくれます。素晴らしいですね。これもね自動でね前車がいなくても止まってくれるようになるといいですね。いずれできるようになると思います。はい、技術はあってもこう法的規制とかねいろいろ障害があってなかなかこう落とし込めないっていうところがねあるんだと思うんですよね。今度ねホンダのレジェンドからねホンダセンシング360プラスっていうのがね新しい技術が自動運転の技術が入ってきますから、そうするとねもうレベル2プラスとレベル3に近い状態のものになるようですね。高速道路走ってるときは追い越し車線追い越せますと、追い越しますかってガイドして追い越しますってやるともう自動で追い越しをかけて戻ってくれたりとか、そういった機能がねあのホンダの普通車レジェンドからね始まっていくようですね。いずれそういうのもねあの軽自動車ホンダ N-BOX にも落とし込まれてくると思うんですよね。そうなった時ねやっぱりねああいいなと楽しみにしてます。今まだ私買って2年ですのでねちょっと買い替える予定はないんですけれども、本当将来がね楽しみな車で、今度はねスペーシアも試乗させてもらって、スペーシアもねやはりオートクルーズとねブレーキホールドシステムついてますので、そこら辺もね比べてみたいなと思っております。きちんとね停止してくれます。追従機能はバッチリですね。安心していられますね。ブレーキに足を乗せておく必要もないですしね、はい、内装もシックでいいですね。ここのねストーン調のねトレーも良くなりましたしね、あ車内 Wi-Fi もあるしということでね、とてもいいですね。ワンタッチでスタートできるということで、車をね、お返しする時間が迫ってまいりました。ほんのちょっと乗っただけでもね、分かりますね。ホンダセンシングの技術も2年で上がってますしね、 N 車とターボ車はやっぱりそれぞれ良さがあって、ターボ車にはターボ車のっていうのがあります。
ごいですね、バックのねマルチビューにはならないんでしょうけれども、それに近いねものはできるとは聞いてますので、よいしょ、